ょっと前なら申し上げるが、1年前だとちょっとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、僕は当たってくれ。あんた、あの頃のあんなのさ、半年前までいたはずさ、あたいたちに挨拶なしさ、マリの客を取ったってさ、それもう騒ぎ、人業変えちゃやめやしないよ。あんた、あの子の何なのさ、港の夜の横浜よ。浜から流れてきた子だね、昼間がとってもうまくてよ、三月前までいたはずさ、小さな子猫を拾った晩に子猫と一緒にとんずらよ、どこへ行ったか知らねえな。あんた、あの頃何なのさ、港の横浜よ。横浜好きだって言ってたけどね、外人相手じゃかわいそうだったね。あまり何も言わない子だったけど、子猫と話していたって前借り残したまんま一月経ったらおさらばさ。あんた、あの子の何でもさ、港のよの横浜よどっか、さっきまで座っていたよ、あそこの隅のボックスさ、客がどっかを触ったって店を飛び出しちまった。グブな年齢じゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんた、あの子に惚れてるね。皆さんこんにちは。